続いて TGR アンバサダー TGR チームサード監督脇坂純一さん、続いてドリフトキング土屋圭一さん、 TGR チーム坂東チームオーナー坂東正隆さん、株式会社オールテックより山本哲也さん、そして進行役の自動車ジャーナリスト今井裕樹さん、そしてオールテックレディのお二人も登場です。ステージへお願いいたします。大きな拍手を。はい、というわけで、ね、よろしくお願いいたします。皆さん、ようこそトリコロールランドにお越しくださいました。おはようございます。めっちゃいい天気ですね。素晴らしい。鳩さん、最高ですね。最高です、はい、これは今日はいい試合を見せてくれるんじゃないかなと思いますよね。だって雲一つないですもん。本当そうですよ、はい、ね、今日祝うような天気になりました。というわけで、はい、特集を始めてまいりたいと思いますので、皆さんどうぞおかけください。はい、私も失礼します。さあ、というわけでですね、もういよいよ本当にこのシーズンになりましたけれども、まずね、このオールテックさんという、ね、企業をさんをフックにですね、サッカーとそれからモータースポーツを、ちょっと掛け合わせるようなね、共に楽しんでいこうみたいな感じでですね、あのスペシャルトークショーをさせていただいてるんですが、で、脇坂さん、はい、スーパー JT は最終戦終わりましたね。終わりました。ねえ、ドラマチックでした。はい、ありがとうございます。日産スタジアムで言うことじゃないですけれども、そうなんですよ、はい、我々トヨタガズレーシング、トヨタ陣営がですね、スーパー GT のタイトル、はい、36号車英雄トムスがですね、取らせていただきました。ありがとうございます。ハロウェイ、ありがとうございました。ね、そしてまあさらにですね、まばらな拍手そりゃそうや、そりゃここに来たら私たちもね、ものすごいアウェイですからね。ありがとうございます。ちょっとアウェイに甘んじて、この間ちょっと名古屋グランパス行った時はわーっとなったんですけどそうですね、それがホームということでしょうね、はい、本当にもうちょっとお邪魔させていただきます。お邪魔させていただいております。でもね、今日サッカー応援しよう、マリノス応援しようという気持ちは一緒ですから。はい、そうです ね、もちろんそこにも一寸の曇りもありませんから、はい、です。そしてそのもう一方ですね、なんでか知らんけどこう緑色のね、なんかちょっとホンダっぽい感じのね、はい、方もいてあるんですけれども、あのサッカーファンの方々にちょっとご注意、バッタと違いますのでそうなんです、そうなんです。何虫俺は虫かというわけではないです。ドリフトキング、はい、ね、土屋さんもね、あの、まあ、今年スーパー GT終わりましたけれども、いかがでした、今年のシーズン。なんかあった？なんかあったかね。まあ、大体シーズンふわっと聞こうかなと思ってぼかしたんですけど、ちょっと地雷踏んじゃったみたいです私。暑いですか？おお、来季は暑いですか？すごい。なんでかね、おっさんって書いたんですね。ほら、じゃあ日産だった。ほら、すみません。いいんですか？俺だって3人 GTR5 台乗ってた。あ、そうですよね、皆さん。あ、素晴らしい。そうですよ、もうそれはもうほぼ日産陣営と言ってももう過言ではないです。いや、そこまでは言わなくても、ね、そこまでは、ね、GTR ファンだぐらいにしといて。そうですね、まあ、でもね、はい、もう全部つながってなんかスポーツみたいな感じでいいんですよ、本当、まあ、ひっくるめてスポーツでしょ。そう、はい、ね、十一さん。そうですね、はい、大切です。そこにモチュールの坊やいますけれど、ほんまや、来てくれたんや、両方好き、サッカーも好き、いや、ね、車も好き、いや、かわいい、嬉しい、もう、ほんで大きなったらやっぱ兄さんの車買うのいや、そこは運でよかった、うん、素晴らしい、ね、ハトさん本当嬉しいですね、キッズが。ハトさんのそのワインは何なんですか。あ、そう、ありがとうございます。これケーキですね、ケーキですね、はい、ケーキ今もう絶賛予約中、はい、そうまずね、そう私たちこれ何で来たかっていうと、今日このために来たんですけど、はい、そうです、このためにはい、やっぱずっと PR しに来ましたから、ずっとお持ちなんですね、はい、そうなんです。笑っていいと思うんで、そういう方いますよねアンバサダーもそういう仕事もやられるんですね。そうですね、はい、皆さん見えますかね、どうですか。もしよかったら、ね、またあのお手元、あ、ちょっと上に上げてもらえますかっていうお話がありました。あ、じゃ あのモータースポーツとそれからサッカーの共同作業でございます、初めての、はい、皆さん見えますか。あ、拍手が出ました、ありがとうございます。ね、実はね、ハトさんこれね、去年も大変好評いただきました、はい、マリノスオリジナル あのケーキ。そうなんです、これはね、予約限定販売なんですけども、うん、これ受付が12月の9日までなんですよね。あ、もうすぐだ、はい、
ね、なのでこれオンライン上で受付をしておりますので、まあ、こちらオールテックダイレクト本店にアクセスをしてくださいというかね、でもねマリノスケーキで出てくると思います。そうですね、はい、でこちらの方、はい、これいくらしたんですか値段ですか。はい、7480円でございます。去年も皆、はい、去年買った人オールテックさん買ってない人写メしてくださいはい、みんなねちょっと今ねご飯食べてたりとかして手あげられないんですよ ね、はい、きっとね買ってくれたんですけども、今回はですねなんとマリノスさんのねオフィシャルパートナーでありますララポート横浜様のご協力によりまして、はい、横浜 F マリノスポートでのお引き取りとなります。なのでちょっとお買い物がてらねララポート行っていただいてこれを受け取っていただけるという形になりますので、皆さんぜひですねこの引き取りが23、24、25クリスマスの3日間 OK ですので、皆さんぜひこちらの方オーダーしていただけたらと思います。ね、これ味もめっちゃ美味しいんですよね。すみません、手疲れました、はい、手疲れました。反対いきますか、はい、反対いきますか、こちら側でも見せてあげてもいいです、はいはい、さあそして反対にもございます。ないですじゃあ鳩さんが持ってるパンフレットがワインのパンフレット。そう、私もこっちの裏があるのかなと思ったらないじゃないですか。はい、そしてですねワインの方ね、こちらもねオールテックグループであるんですけれども、なんと鳩さん、はい、はい、ワイン、ワインなんですけど、これ選手全員のね一人ずつの、だから推しのワインを飲めるってことですよね。そういうことです。これ鳩さんのはないんですね。ただ僕のはないんですよね。あらオーテクさん、鳩さんの一つちょっと、あらどのぐらい、はい、そうちょっと聞いてみましょうよ。鳩さんのワインが本当は飲みたかったという人、まあ、ここは便宜上みんなあげよう。いやいや、ここはもうちょっと嫌でもあげてくださいよ上がりました、上がりました、はい、じゃあね、今手挙げてくれた人の顔全員覚えましたから、覚えましたからね、はい、販売したら全員買ってくださいということになりますのでよろしくお願いいたします、はい、いやでも鳩さん欲しいですよね、これは欲しいです、自分でも欲しいです ね、そうですよね、はい、ちなみに純一さんワインとかあるんですか。ないです。ないあります。あります今から作ります。あ、いいですね。いいですね。はい、クリスマスを十一さんワインと飲みたい人はこう十一さんワイン買っていただいて、あとね土屋さんワインとかいうのもね。そのないよそんなの。ないんですか。ないんですか。俺が作るとしたら焼酎でしょ。それもいいですね。芋焼酎だよね。それもいい。やべえ、俺今ここで思い出した。うん、土屋さんのグッズを作るっていうのをオールテックの担当の方とメールをつなげるのを忘れてたんで、後ほどつなげさせていただきます。すみません、よろしくお願いいたします。ビジネス的な話をでも思い出してよかったです。思い出してよかったです、はい、そして坂東監督はないんですよね。うちはありますよ、はい、あらあるんですよ。あら、あ、はいはい、ありますよ。ある、はい。それをどこで買えるんですか。いや、うちにスポンサーしてくれた人だけに配ってる非売品ですけど。そうか、なるほど。じゃあ、はい、まずそのワイン飲みたかったらいくらかの結構大きなお金を坂東さんに振り込まなければいい。いやいやいや、もうだからこれ全部揃えましたよっていう人を社名をくれたら僕があげますよ、はい、あ、すごい。だこれ24選手はい、うん、おー、すごいですね。まあ、でもワインとしては結構お手頃な値段ですよね、うん、そうですよ ね、これね3980円、うん、結構頑張られた企業としても頑張った値段ですよね。はい、はいはい、一生懸命頑張りました。でもしかもこれワインのベースになっているワインが超美味しいんですよね。そうです、桜アワードも受賞しました、イタリアのワインですけども、はい、これしかもね、山本さんとかね、実はね、オルテックの社員の方みんなワインすごい好きな人多くて、はい、本当に美味しいワインしか商品にしてないんですよ、はい、だからお値段があんまりね、高くなくてもすごい美味しいワインが入ってますので、はい、これスパークリングワインもほら限定300本。そうそうそう、それがねクリスマスのスパークリングワインができました、はい、うん、これは今日得点をね取ったらみんなで開けてね、はい、飲んじゃいましょう。そうですよ。というわけでね、ちょっとやっぱりこうサッカーの話もしておきたいなと思いますけれども、鳩さん今年はねこのワインのところに書いてある激闘の最終節をねぎらいワインでメリークリスマスって書いてますけど、激闘でしたやっぱり。いやー、ほんと、しかもこの最終節1位2位対決ですからね、脇坂さんないんですよね。いや、これは歴史的、しかも得点大争いも並んでっていう、はい、多分今までの歴史上こういうシチュエーションはないんじゃないかなという。ないですよね。はい、だから一応僕はそこでさっき警備員の代わりして、はい、ダミアンを入れないようにこうってお前が来ると、ね、お前が入場しちゃうと、はい、得点もなるかもしれないからってずっと僕は今ダミアンをチェックしてる。いやでもこれだけのお客さん来て、はい、ね、両選手が点数取り合って、うん、最後もう10分となったらどんなボルテージになるのかなとかっていう、そういう楽しい、もちろん最後はねマリノス勝ってほしいですけど、なんかそういう、はい、すごいでしょうね、やっぱり
コロナ禍でね、いろいろあった中で、こうやってスポーツの持つ力で人々が集まって、うん、ね、選手とそしてファンの方々でスタジアムを包み込む雰囲気、これはもうスーパー GT でもそうですけど、うん、ようやくね、こういう、ね、最高の雰囲気を迎えれるというので、ものすごく楽しみですね。いや、本当です。今日ももう3万人、はい、もう完売ですからね。もう、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の見どころはどんな感じでしょう。ヤトさんからじゃないですか。やっぱり今日、開幕戦で川崎フロンターレにやっぱり実力見せつけられたので、まあ、こう最終節ではその1シーズン通して成長してきた姿をフロンターレにぶつけるっていう、そして両チームとも得点を争う中チームメイトがいるんで、その辺のやっぱりこうチーム思う戦い、なんとかこう自分のチームに得点を取らせたいっていう、なんかこう仲間のね、そういう絆とかそういうのもこうピッチの中で表現してくれると思うんでね、なんかすごく楽しみでワクワクしてますね。そしたら敵のチームからすると、はい、得点を取らせにね、ボールが集まるやからそこをマークするっていうところの裏を書いて点数取ってまたこっちが空いてとかっていう、そういう戦略が出てくる。いや出てくると思いますよ。それ試合の中で出てくると思います。うんうん、じゃあダミアンに似た外人がいっぱい来ちゃったら大変ですどういうシチュエーションですか。ね、そういうのもね、ありだからね、あの水沼選手みたいに名字だけ同じ人をね、揃えたりとか、ね、そういう戦略もあるから、ね、ちょっとややこしすぎますね、はい、あ、水沼選手も今日期待ですか。水沼選手は今僕まだスタメンメンバー表まだ見てないんですけど、はい、でもいつも途中出場からアシストして、はい、すごいですよね。最近途中出場でアシストそしてゴールとね、はい、もう短い時間でも結果出せる選手ですからね。なんかこうチームの太陽みたいな感じですよね。なんかもう出てきてすごい声聞こえてくるし、モータースポーツ協会の土屋さん、ちょっと待ってください。レース界の脇坂11でしょ、もうレース界の話に戻しました。今サッカーの話の時キョトンとされてました。いやいやそんなことない。いやいやいや、その話を聞いてたらもうレース界の脇坂11でしょ、はい、ね、はい、やっぱそういうね、太陽みたいな人は大事ですよ、はい、ね、やっぱチームのね、その空気が変わるというか、うん、はい、ね、やっぱ一気にこう勝利を呼んでくれるような感じもしますよね、はいはい、やっぱりもうスポーツでいいなと思った。僕も富士に GT 見に行ったんですけど、うん、はいはい、ありがとうございます。いや、そこで衝撃受けたのはやっぱマシンだからスピードが速ければいいんだろうみたいなとこ僕考えてたんですよ、うんうんうん、ただもうみんなやっぱりスピード320キロ出て、うん、第一セクターではなんかもうブレーキング競争みたいな、はい、そうなんですよね。で第2セクターでは今度マシンとドライバーのなんかこう総合力みたいな、はいはいはい、第3セクターではちょっとこうなんていうんですか、なんていうんですか、うん、あの辺はでもテクニック、そうですね、本当におっしゃる通り、この辺がもう僕なんかハマりましたね。富士スピードウェイですね。富士スピードウェイで、でもやっぱりね、ハトさんもうアスリートだから話が早い、はい、まさかそこまで、はい、こうパッと見に行ってですね、分かってくれる人あんまいないですよね。僕も未だに分かんないんです。いやもっとすごいのが、サッカーでいうと横断幕って選手に出てるじゃないですか、はいはいはい、で僕はじめなんかこう女性の横断幕が出てたんですよ、うん、あ、女性のレーサーいるんだって、うん、初め思ったんですよ、うん、で聞いたらもうそのレースクイーンの方々のあれですよ、あれ、あれ、あれ、ねえ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 、いや僕それがねすごいな、一体なんかこう一つのチームだなと思ったんですよね。なんかね、スーパー GT っていうレースは、はい、車があって車のファンがいて、はい、ドライバーがいてドライバーのファンがいて、はい、レースクイーンがいてレースのファンがいて、で根っからのモータースピースポーツ好きがいて、全部が織りなす空気感がサーキットを包むんですよ。なるほど、はい、それがねやっぱりね、5万人とか集まるので、はい、そうなってくるともうサーキットって普通、まあ、スタジアムもそうなんですけど、うん、はい、試合がない時ってものすごく無機質な空間じゃないですか、はいはい、でもそこがねもう本当にさながら渋谷の109の前みたいな人だかりな今日もね皆さんここそうですけど、はい、それがねやっぱりなんといってももうたまらん瞬間で、はい、でね、アスリートとしてはその前でプレーさせてもらえる、もちろん失敗したい時のねプレッシャーもありますけど、やっぱりなんて言ってもいいプレーをした時のお客様からのあの声援を一旦感じてしまったアスリートは、はいはい、もうそれ求めてね自分を高めたいですよね。ですね、うん、その辺はサッカーでもモータースポーツでも一緒なのかなと思いますね。もう素晴らしかったです。そういうスポーツに両方ともスポンサーされてる立場としてはやっぱこうなんていうかパワーもらえるみたいな感じもあるんですかね、山本さん。そうですね、マイク、まあ、マイクすいません、スポンサーに言って申し訳ないです、マイク持っていただいて不器用なもんですいません、不器用なもんでそうですね、やはり皆さんのね、まあ、私も今回
参加させていただいたあの86レースもありまして、はい、そうそう、もうね、はい、山さん実はレーサーとしてね、あの、はい、レースに参加もされているの で、 そうです、ね、もうみんなの気持ちが分かるじゃないですか。そうですね、うん、だから本当にあの、まあ、私ごときが言うことではないんですけども、本当にあのチームの皆さんの支えがあったり、あのサポーターですとかね、やっぱりファンの皆さんの支えがあって、やっぱり、まあ、自分というその存在も、うん、あのあるのかなと思いましたし、まあ、逆にあのちょっと結果で喜ばすことができなかった、あのそれは非常に残念だなとは思ってるんですけど、本当は目指すところはですね、あのマリノス の、 あのサッカーみたいにやっぱりその感動ですとか、そうですね、あのまあ勇気ですとか、やっぱり興奮ですとか、そういったもの喜びをですね、あのプレーであの伝えるような走りがしたかったんですけど、ちょっと、師匠の脇坂監督の指導もいただいたんですが、甘かったと。すいません。いやいやいや、脇坂監督の私の実力不足で。新しい師匠も。いやいや、この師匠についても車横にしか滑らないから。世界的に有名になれる。そっかそっか、まっすぐはね。うん、車まっすぐ走らしたことないから。全部横向いて、下手したらお尻からコーナーに入っていく人なんで、そうですね、コラコラって言われますね。ワイルドスピードに出れるかもしれないですよ。無理だっつすごい。いやでもね、本当の、まあね、レーサーとしても出られましたけど、でもやっぱりこうやってね、モータースポーツとかサッカーもそうですけど、スポーツいいですね、やっぱね。そうですね、うん、本当にあのやっぱり力をいただけるっていうんですか ね、うん、ね、それは本当感じました。いや本当ですよね。でもサッカーは特にね、うんうん、ファンの力を感じますよね。だってモータースポーツでも野球でも、そのなんかパラ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 拍手はあるじゃん、うん、盛り上がりは、うん、サッカーって球場っていうの、スタジアムですが一体になったこう盛り上がり方をするじゃないですか、うん、揺れる感じしますね。あれがすごいね、サッカーファンは。ちょっと嫉妬しますよね、ああいうのね。いやモータースポーツにはないじゃん、ああいう盛り上がり方って。だからスタジアムでレースしましょう。なるほど。じゃあ土屋さんがずっとドリフトしてね。やっぱりサーキットは離れるんですよ、人がいろんなところに。そう、広いからね。スタジアムここでギュッとしたら、うん、いやだけどこの盛り上がりはあのレースの時のメインスタンドで欲しいよね。欲しいですね、すごいないよね。ぜひあの見に来たことある方ってどんぐらいですか。あ、ありがとうございます。結構いてくださる、うん、いやではじゃあその今とりあえず手を挙げてくださった皆さんをこうフックにして、こうサッカー風の応援をできるような環境みたいなのがあればいいですよね。そうですね、来たらあの僕のお父さんからアマゾンギフトカード2000円でそうすればね。そうなんですよ、ね、これちょっとね、なんやねんと思ってるかもしれないんですけど、その我々が応援してるね、トヨタガズレーシングが参戦して、もちろんホンダさんも ARTA も参戦しているスーパー GT というレースのですね、あの会の会長さんなんですね、お父様が。なんで結構ね、そうですね、カルロス・ゴーンみたいなもんですね。そう、まあやっぱおい、うん、そうですね、うん、いわばそんなまあね感じなんですけども。あ、バッハさんの、そうそう、間違えて間違えて、バッハだよ、バッハ、すいません、すいません、あ、やばく、あのあのチェロのあのあそこにほらね、今のことは何もなかったことにしていただいて。いや本当そうですよね。だからもうこれだけやっぱりモータースポーツもサッカーも好きな方がこれだけいてくださってるから、これをどんどん広げたいですよね、来年以降もね、やっぱ ね、 ね、だからやっぱりその一番最初として鳩さんもう一回またレース来ていただいて。もちろんですよ、今回マツケンがね、あそうです、来ましたよ、最終戦にね、はいはい、羨ましかったですもん、はい、僕も行きたかったな、ね、はい、あれなんか関係あるんですかね、あの僕らの敵チーム の、 あの日産ニスモにいつもおられるんですけど。そう、ニスモさんから、ニスモさんから招待いただけるんで。あ、そうなんですか、はい、いつもイベントとかで一緒させてもらうから、マツケンうちのチームに来てくれるのかなと思ったら、いつも SNS 見たら日産ニスモに。そうそれは多分ね、ちょっと今土屋さんの胸のとこ見てもらっていいですか、うん、はい、そういうことなんですね、はい、しょうがないです。ただ僕は行った時は、はい、富士では土屋さんに写真撮っていただいて、うん、でちょうど脇坂さんとか坂東さんいるかなと思ったらいなかったです、はい、あ、そうですか、トークショーしてました、あ、ちゃんとね、はい、そうですよ、だね、意外とね、そうそう、サーキットでもね、特賞結構、まあ、かなり減りましたけどね、コロナ禍で、これからまた復活していくことも考えられるので、ぜひね、本当にサーキット一回遊びに来ていただきたいなと思います。明日、あれですよ、発表ですよね、日産は。日産さんね、モータースポーツ発表、体制発表。体制発表なんですか、来年何の車でやるかっていうのが、GTR が終わるみたいで。あ、そうそう、何の車かな、あ、なんですか、なんでしょうね、 Z でしょ、 Z でしょ、そうそうです、噂なるほど、え、 Z なんですか、 Z でしょ、あ、なるほど、皆さん土屋さんから聞いたっていうことにしてて、そう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 、二
日産まだ発表してなかったから、ね、でもね、ここにいる皆さんがちょっと期待をして見てくれればそれはそれでいい話です、ね、そうですね、そうですね、本当かどうかは分かんないんだからね、そうだってあだってえっってアンベールしたらノートかもしれないから、そうですよ、 Z だ、 Z なんだ、ね、ノートだったらハトさん嬉しいですよね、嬉しいですね、嬉しいですよね、はい、最近購入したんで、そう、ノートオーナーだから、はい、あ、そうなんだ、そう、どうですか、松田杉雄は開発した Z だっつった、あ、Z だ、杉雄が開発したんですか、杉雄が開発した、ニスモドライバーの、そう、あ、短時間に何回 Z っていう詳しいですよね、日産のことを結構杉雄とは LINE 友達なんだ、一緒にサーキットしてますしね、そうか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 、そうですよね、まあ、とにかくね、もう、まあ、この、まあ、シーズンオフになってちょっと寂しい気持ちもありますけれども、まあ、今日のね、サッカーの最終戦もそうですけど、明日また新しい来年の日産の対戦も決まるということで、はい、こちらもね、ぜひね、まあ、私たちが言えた口ではないんですけれどもっていうご注目いただいて、ちょっといい、はいはい、月曜日、あの、我々トヨタガズレーシングが来年の体制、ね、うん、世界選手権も含めて全て発表しますので、はい、YouTube ライブご覧いただけたらと思います、はい、そちらもぜひね、見て、ありがとうございます、見ていただけたらと思います、はいね、あの選手があそこ行くのって、あの選手がこうなのっていう、多分皆さんにとってもう強烈なサプライズがあると思いますので、ぜひ楽しみにいただけたらと思います。トヨタも日産も早いね、ホンダは、ホンダはなんかあるんですか、ホンダはないですか、いつオートサロン聞いてない、聞いてない、あ、オートサロンで発表しますよ、あ、そうですか、はい、あ、まあ、でもオートサロンってなるとね、来年1月の、あ、まあ、2週目か、うん、でもサッカーなんてもう移籍情報とかね、はい、もう今季でおしまいですよっていうのもすぐニュースになりますもんね、なりますね、マリノスも結構あれですか、まあ、来年、まあ、だからあれですよね、もう本当1シーズンこのメンバーでできるのは最後だと思うんで、あ、うん、あ、そう、誰が移籍するんですか、いやZ よ、Z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 、加藤さんが知ってる限りで、大得点を僕言うたらクビですよ、あ、なるほど、まあ、そういう時は Z を言うといてください、はいはい、そうしましょう、そうしましょう、はい、というわけでですね、ちょっとお話かなり盛り上がってきて、ね、あの、ちょっとこうこれからのお話にも期待できるようなお話になってまいりましたけれども、ちょっとお時間が来てしまいましたので、以上をもちまして特集終了とさせていただきたいと思います。一言ずつね、お話伺って特集を締めたいと思います。さあ、脇坂さんからいきましょうか。はい、本日お集まりいただきましてありがとうございます。この後ですね、横浜 F マリノス、ね、最終戦ね、応援したいと思いますのでよろしくお願いします。またですね、モータースポーツシーズンね、来年4月ぐらいからまた始まります。あのスーパー GT、 我々ですね、車の楽しさ、素晴らしさ、そしてですね、モータースポーツ、スポーツのですね、素晴らしさを伝えるために必死で戦っております。来ていただけたらですね、もうリピーターになること間違いございませんので、サッカーファンの方々、ちょっとね、気分転換に一回ちょっとサーキット行ってみようかっていう時はですね、ぜひスーパー GT よろしくお願いしたいなと思います。ここにいてるメンバーが全部チームの監督であったり代表であったりオーナーであったりしておりますし、また若手のね、選手たちが素晴らしい戦いを、繰り広げますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。土屋さん、お願いします。でも本当に今ジュイチさんが言ったように、サッカーファンも、レースファンもね、やっぱこう車って好きだと思うんで、やっぱこう盛り上がっていけたらいいかなと思います。もうサッカーもレースも本当にファンあってのものなので、皆さんの応援あって力になると思いますので、どちらも応援していただければと思います。今日はね、横浜マリノス、うん、合ってますよ、はい、合ってますよ、はい、マリノス合ってます、バッチリ正解です、いいんだよね、はい、もう勝てることを祈ってます、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バッコ監督お願いします。今日はね、ダミアンを抑えて、はい、なんとか、うん、大勢にね、はい、得点になってほしいな。ですよ、だこの後すごい楽しみです。はい、一緒に応援しましょう。ありがとうございました。山本さん、お願いします。横浜 F マリノスの勝利を期待して心を燃やして応援しましょう。はい、応援しましょう。ありがとうございます。そしてハトアンバスターだ、お願いします。はい、もうこうやってスーパー GT のね、本当もう重鎮の方がこうやって日産スタジアムにお越しいただいて、こうやってトークショーできるのも本当に幸せですし、来年また今脇坂さんがおっしゃったように、4月からですか。はい、4月からです。またモータースポーツが開幕するということで本当にワクワクしますし、ぜひ皆さん一度ね、モータースポーツの方にも応援に行きましょう。そして今日ね、最終節、まあ1位の川崎フロンターレを迎え撃つんですけども、まあ、我々が成長した姿を見せたいと思いますし、皆さんの応援でね、少しでも大勢に後押しできるようにこれから応援よろしくお願いします。ぜひ、ね、これから盛り上がって応援してまいりましょう。それでは特賞の出演の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それからですね、
ねオールテックレディのお二人にも大きな拍手をお願いいたします。え、実はこのお二人なんですけれどもワインの特別販売の応援もしております。どこにあるの？あ、ブースですか？あっちの後ろの方に、はい、あの奥のサウンドカフェというところでホットワインを販売しておりますのでこの後も行きますのでぜひお越しください。お待ちしております。はい、というわけでねぜひねちょっと体を今日温めですけどもさらに温めにね来ていただきたいと思います。オールテックレディのお二人にも大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、大変にありがとうございました。来週もぜひオールテックプレゼンツスペシャルトークショーを見て楽しんでいただきたいですね。以上、オールテックプレゼンツスペシャルトークショーでした。